ナスダック、ダウ、暴落しております。ああ、すごいことになってるね。今日も株の解説していきます。まあ、株って言ってもさ、いろいろあると思うんで、まあ、今日はちょっとね、まあ、全体的な話をしていこうかなと思います。まあ、ナスダック、これ見てもらったらわかるんですけど、こっからね、こうトントントンって下げてます。まあ、ちょっとハイテク系がね、ちょっと今、下げてるかな。っていうのもね、そもそもハイテク系結構ね、高かったんですよ。これまあ見てもらったらわかるんですけど、すっごい高いじゃないですか。これまあ2011年からしかないですけど、まあ、この辺からね、言うとね、もうこんな感じでずーっと上がってんですよ。だからもうそろそろ高いなーとか思ってたんですけど、まあそのね、高さを気にしないのがまあアメリカ株でもあります。で、アメリカの株ってね、やっぱりね、基本的にね、ずっと上げていくんですよ。で、まあ、ある程度ね、上げていく。まあ、なんでかというと、外国人ってね、株を、ガチで買うから、まあ、株だけじゃなくて、その他のね、金融商品とか含めて、ガチで買うから、結局ね、ずっとね、長期の資産形成で株っていうのが一番好まれるので、こんな感じでずっと上がっていくんですよ。でね、すごいね、買われすぎみたいな時もあります。で、まあ、ナスダックもね、今下げてるんですけど、まあ、ダウもね、下げてますね。で、まあ、昨日、まあ、数日前の、まあ、このナスダックとかダウ、まあ、これにちょっとね、まあ、連動した感じでね、日経平均もこうちょっとね、下げてる感じはありました。ただね、やっぱお昼からちょっとね、ここ見てもらって分かるんですけど、ちょっと戻してきたかなと。日本株ってね、こういうとこあるんですよ。アメリカにつられて朝ね、ドカーンって下がるんだけど、昼からね、こういう感じに戻ってくると。だから、つまりここで買って、ここで売ったら、まあ、ある程度利益出るんですよね。で、まあ、そういう、まあ、話も、もちろんね、大切だと思うんで、今日、このね、もう最初の方でね、話しました。まあ、日本株ね、結構ね、短期で、トレードするのはね、結構イージーなんで、イージー、簡単なんでね、まあ、結構おすすめなんですけど、まあ、長期で見るとね、あんまり上がんないからさ、あんまりっていうか、もうこの長い歴史見てきてさ、日本株ってね、まあ、昔のね、バブルの頃がピークで、もうそこまでね、戻らないかもしれないっていうのがね、まあ、今の、まあ、なんだろうな、まあ、定説になってるっていうかね、通説になってるっていうかさ、なんで、日本株ってあんまりね、こう、上がんないんですよ。で、なんで、本気でね、株で長期で持ちたいんだったら、まあ、外国の株の方がいいかなと思います。もちろんね、短期でもいいんですけど、外国の株はね、やっぱり手数料、コストがかかる。まあ、いろんな意味で手数料ね、まあ、コストって言い方した方がいいかもしれないんですけど、コストがかかるんで、ってまあ思ってた時もあったんですけど、まあ、アメリカの株の方はね、結構ね、長期で伸びるんで、まあ、非常にね、いいと思います。まあ、この前さ、2020年の3月ね、そうそう、3月頃にさ、テスラの株め、あ、まあ、銘柄言っていいか、言ってしまった、テスラの株はね、めっちゃ下がってたからさ、あそこでね、テスラの株はめっちゃ安いとか思ってさ、めっちゃ安いよ、こんな安いことあるんだとか思いながらさ、で、買おうかなとか思ってさ、ずっとね、悩んでたんですよ。テスラ株をずっと買おうかなって。で、めっちゃ安いし、3月とかのさ、安いなとか思って、買いたいな、買いたいなとかずっと思っててさ、でもさ、よく考えたらテスラの時価総額少ないしさ、なんかテスラの車走ってないしさ、本当に大丈夫だろうかなとか思いながらさ、まあ、あとトランプ大統領がさ、中国と喧嘩してるしさ、いや、やっぱりテスラの株怖いなとか思ってさ、買わなかったんだよ。買わなかったらどうなったかっていうと、実はテスラの株今爆上げしてさ、で、爆上げしてさ、本当に、もう時価総額トヨタ超えたのかな。で、このね、短期でめっちゃブワーって買われてさ、それで、あ、買っといたらよかったとか思いながらさ、マジミスったとかね、本当にね、本気ガチ買いしようかなと思ってたんですよ。3月ぐらいにさ、何百万買おうかなと思ってたんですけど、ちょっと勇気がなかった。なんかトヨタの方がね、トヨタの方がすごいいいように見えたんですよ。その、なんて言うんだろうな。
やっぱりその、やっぱり成果を出してるしさ、トヨタの方が、台数も多いしさ、認知度も高いしさ、使用すごいされてるしさ、絶対トヨタの方がいいよなとか思った反面もあったからさ、ちょっとテスラ株が手出せなかったんだよ。だけど、今となったらね、買ってたらよかったなと思って。で、まあ、この最近さ、テスラ株がまたね、暴落してさ、ドカーンって。まあ、今、その、なんていうの、ちょっとね、大統領選も近いし、そのアメリカの株がね、ちょっと急に上げて、急に下げたりとか、そういうね、ボラが高い状況になると、まあ僕は見てます。なんでね、今あんまり下手に手出さない方がいいかなと思いながらね、まあ自分のね、そのできる範囲内のね、小さいこと、小さく、ちびちび、コツコツ稼ぎながらさ、自分の今までやってきた手法の中でトレードするってことをやろうかなって、あんまりね、こうでかくかけたりさ、いつもと違うことをして、なんか儲けようとかね、いつもと違うことをやって何かこう、リターンを得ようとすると、おそらくね、今は難しいよ、相場的に、これから。だから、いつもと違うことじゃなくて、いつもやってること、いつも当たり前にしてることをやって、利益を稼ぐ。そういうことをね、やりたいなっていうふうに、まあ、自分は感じてます。なんで、いつもの、まあ、僕の投資の自分の中のね、ルーティーンをやって、いつもと同じようにやる。で、リスクが高くてやばいときは、まあ、もちろん逃げるし、下手にね、こう、中途半端に手を出さないと。中途半端に手を出してね、そこの一点集中でドカーンってやるとさ、そこがたまたま高値だったりしたらね、もうそこで全部終わっちゃうわけ。だからそこで終わっちゃうと、もう資金力がなかったりさ、いろんな意味でトレードできなくなると、結局ね、次に活かせないわけなんです。これ僕いつもね、酸っぱく言うんですけど、最後の最後に大切なことを言います。投資家はやっぱりね、キャッシュをしっかりね、考えれないとダメです。キャッシュとキャッシュフローね。つまりお金とお金の流れ、これをね、しっかり考えてトレードできる人じゃないと残れない。まあそういう人じゃないと残れないんですよ、本当。ただね、こう、勝つか負けるかみたいなことを考えてる人は勝てないです。なんで、まあそこね、しっかり考えてもらって、もちろんね、時にはね、ある程度勝つか負けるか、どっちだろうって、負けると思っててもやる時もありますけど、あるけど、ただそのキャッシュとキャッシュフローとかをしっかり考えてね、皆さんにはやってもらいたいと思います。ってことで、本当にね、投資のね、一番大切な、一番いいところをね、最後にお話しました。まあ、本当に最後まで見てくれてる方に向けてね、やっぱり大切なことを動画に撮りたいと思うので、まあ、これからもね、よろしくお願いいたします。まあ、本当に投資は結構ね、専門的なとこあるので、多分ね、結構専門的なとこ、なかなか難しいなと思われる方もいると思うんですけど、まあ、それが難しいと思うんだら、なら、僕は、投資はやめた方がいいですね。最低限の本当に重要なこと、大切なことしか僕は言ってないので、そこの中でちょっと難しいなって思う方は、多分ね、投資難しいと思います。で、まあもちろん僕以外の考えっていうのもあるので、そういう人の動画もね、見てもらったらいいと思いますし、僕は実践してきて、やってきた中で得た有益な話しかやらないので、なんか教科書に載ってることとかさ、教科書のこととか、そんな話してる人と全然違うので、実践してきたことだけで勝負したいと思います。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。